時代の流れをざっくりとまとめました。要点の整理などにご利用ください。安土桃山時代、勢力の拡大を図る駿河の戦国大名、今川義元を尾張の織田信長が桶狭間の戦いで倒す。信長と敵対する比叡山延暦寺を焼き討ちし、対立した将軍足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼす。長篠の戦いで大量の鉄砲を使用した織田信長が甲斐の武田勝頼の騎馬隊を破る。琵琶湖のほとりに安土城を築城し、楽市楽座令を出して城下町を発展させる。浄土真宗の一向一揆を鎮圧して石山本願寺との戦争を終結させると、信長が天下統一に大きく近づく。家臣の明智光秀が本能寺を襲撃して天下統一を目前にする織田信長を滅ぼす。山崎の戦いで明智光秀を破った後に、信長の家臣柴田勝家を倒して信長の後継者となる。太閤検地を行って検地帳に土地の石高と耕作者を記録して年貢を確実に徴収。農民から武器を取り上げて一揆を防止する刀狩りを行い、武士と農民の身分を区別する兵農分離を進める。朝廷から関白や太政大臣に任命され、豊臣の姓を賜ると、その権威を天下統一に利用。四国と九州を平定した後、小田原の北条氏を滅ぼして天下を統一し、戦国時代を終わらせる。明の征服を目指して、文禄の役と慶長の役の二度の朝鮮出兵を行うが、途中で秀吉が病死して中止。